始まるよ。再生ありがとうございます。こんにちは、ゆちゃんです。今日はじゃーん、こちらダイソーから新しく新発売されたリップクリーム2種類をレビューしていきたいと思います。はい、ということで今回レビューするアイテムはこちらです。リップクリーム MD という商品で、こちらピンクのパッケージがスイートフラワーの香り、そしてこちら青のパッケージが無香料になっております。こちらのリップクリームは以前の購入品紹介で紹介したアイテムなんですけど、なんか動画ではね、動画でレビューするかどうかわかんないっていう風に言ってたんですけど、なんかどうやらね、このリップクリームすごく人気のある商品らしくって、なんか結構 SNS を見てたら話題になってたので、ちょっとレビューをしてみようかなと思います。で、これ今回動画にしたのはもう一つ理由があって、実はですね、こちら実は紹介するために袋に入れてたんですけど、実際に私これ1週間前くらいから、まあレビューしないしなと思って、袋開けて使ってたんですけど、すごく良くってですね、持ってるリップクリームの中でもかなりお気に入りになっちゃって、普段からね、すごく使ってる商品なので、ちょっと紹介していこうかなと思います。私が普段から個人的に使ってるのは、こっちのスイートフラワーの香りっていう、こっちのピンクのパッケージの方で、こっちの無香料のこの青いパッケージの方、こっちはまだ開けてもいないので、ちょっと今回の動画で開封しながら、ちょっと比較をしつつレビューしていきたいなと思います。で、こちらのアイテムが、ここに大きくね、ワセリン配合リップクリームっていう風に書いてあります。ワセリンのリップクリームです。こちら安心の日本製になっていて、唇のカサつき防止に、潤いを与え、乾燥によるカサつきを防ぐ、唇のひび割れ、荒れを防ぐ、保護する、という風にパッケージには書いてあります。じゃーん、そしてパッケージもこういった感じで、なんかバセリンのリップクリームみたいな感じで、すごくね、可愛いんですよね、パッケージ。ポーチに入れててもすごい可愛いと思います。で、リップクリームって普通スティック型のものが多いと思うんですけど、今回紹介するのはこういった感じのチューブ型で蓋を開けて使うタイプです。で、開けてみると、こんな感じでしっかり先端が斜めカットになってて、穴が開いて出てくるような感じ。青いパッケージの方は無色透明で、ピンクのパッケージの方はちょっとね、ほんのり赤みがついてます。色付きですね。ほんとワセリンみたいな感じで、すごく保湿力が高いのが特徴です。こちらのね、無色の方はリップ下地とかにも使えます。こっちのね、ちょっと色味がついた方はほんと自然でナチュラルなので、スクールメイクとかにも使えそうですよね。こっちの青いパッケージの方は今初めて開けたんですけど、なんか一応ね、パッケージには何にも書いてないんですけど、ちょっと蜂蜜っぽい香りがしますね。で、こっちのピンクの方はスイートフラワーの香りって書いてあるんですけど、ストロベリーの香りがするんですよね。すごい甘い感じの、でもちょっと人工的な感じのストロベリーの香りです。こっちの水色のパッケージの方は、もう塗ってみて確信したんですけど、蜂蜜の香りがします。特にね、パッケージには書いてないんですけど、ニベアのリップの蜂蜜の香りととっても似てます。蜂蜜の香り付きってパッケージに書いた方がね、売れると思うんですけど、テクスチャーも本当に100円なんですけど、なんかワセリンリップと何ら変わらないぐらい、とっても高保湿だし、すごくね、こっくりと唇を保護してくれる感じがあります。なおかつ全然ベタベタしないです。この使用感ほんとすごい好きです。そしてこちらのピンク、これはね、私が普段から愛用してるスイートフラワーの香りなんですけど、香りがとにかくね、女の子好きだと思う。なんか甘い感じのイチゴ、ちょっとね、作り物っぽい感じの匂いなんだけど、なんかこの香りがまた可愛いというか、甘いイチゴのキャンディーみたいな香りがします。すごく私は好きですね。でも好き嫌いはね、正直わかりやすいかもしれない。色付きなので無色のリップよりは血色がよく見えますよね。でもなんか全然こう、色付きリップを塗るよりもかなりナチュラルなので、校則が厳しい学校に通ってる子でもスクールメイクで使えそうです。
で、本当に私このリップ大好きで、寝る前とかメイク前とかにも欠かさず塗ってますね。これをメイク前に塗って唇を保湿しとくと、すごくね、ふっくらして、縦じわとかが目立ちにくくなるし、唇のかさつきとか、口紅によってなんか荒れたりするものあると思うんですけど、なんかそういうのの荒れも軽減できる気がします。万が一口に入ってもちょっとなんか甘い感じがあって、まあ、リップはね、食べるものとかではないんですけど、なんか口に入ってもちょっとこう刺激を感じない部分で、いいかなと思います。こちらのリップはチューブ型っていうのもあって、スティック型のリップよりもしっかりと潤うんだけど、手軽に使いやすいのですごく私も使ってます。どちらも108円で内容量もしっかり入ってるので、これからの時期リップクリームは必須品だと思うので、ぜひ試してみてください。はい、ということで最後まで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録、チャンネル登録ボタン横にある通知ボタン、評価コメントよろしくお願いします。 Twitter、Instagram も頑張って更新しておりますので、よかったらチェックしてみてください。ゆちゃんでした。バイバーイ。